はい、セクシーです。今回はね、チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはアセンドになります。はい、頑張るぞーい。この時もね、夜中にプレイしてて、夜中はね、ちょっと実況できないんでね、ちょっと実況なしの動画なのでね、後付け実況になります。今回はね、AKB48 でバルニーナナ、オブシディアン、コルトエリートで頑張ってみたいと思います。はい、頑張るぞーい。アセンドのチームデスマッチ、ほんと久しぶりにプレイするんだけどね、最近も AW が全然ね、もう加速化が激しくて、チームデスマッチが全然マッチングしないんでね。で、でもね、最近はフリーフォールがね、たまにマッチングするようになりました。後でプレイ実況度上げるんだけどね。まあ、少し前に負けたんだけど、2本ほどね。で、このプレイの後にもフリーフォールがマッチングしたので、2試合ほどねプレイ実況動画撮ったのでね、そのプレイ実況動画も上げていくのでね、そちらの動画のご視聴の方もぜひともよろしくお願いします。アセンドのフリーフォールでもね1位取ったんだけど、で、あとソーラーでも1位になったやつがあるんで、2試合ね、フリーフォールが一番マッチングしてほしいんだけど、フリーフォールね、マッチングしたとしてもね、デフォルトのマップしかマッチングしないんでね、DLC 追加マップの新マップマッチングしないんでね、新マップの DLC 第2弾アセンダンスの追加マップ4種類まではフリーフォールで1位になってるんでね。で、あとデフォルトのマップ13種類と、あとボーナスマップのアトラス5時で、DLC 第2弾アセンダンスの追加マップ4種類まで全てフリーフォールで1位になってるんだけどね。DLC 第3弾スプレマシーの追加マップ4種類からまだなのでね、ちょっと DLC、新しいプレイリストがダウンロードされて、DLC 第4弾レコニングもね、通常のプレイリストに追加されたのでね、DLC 第4弾レコニングの追加マップ4種類も通常のプレイリストに追加されたのでね、ちょっと DLC 第4弾レコニングの追加マップ4種類でもフリーフォールでちょっと1位になりたいんだけど、でもその前にちょっと DLC 第3弾スプレマシー追加マップ4種類でフリーフォールで1位ちょっと取りたいんだけど、ちょっと新マップがちょっとフリーフォールマッチングしないんでね、チームデスマッチでもなんだけどね、チームデスマッチはごくたまにマッチングするんだけどね、DLC 第3弾スプレマシーのクアランティンだったかな、クアランティンと、あと、クアランティンはあれか、DLC 第4弾だよな。DLC 第3弾スプレマシーのね、パリアメントと、あと DLC 第4弾レコニングのオーバーロードとスウォーム、この2種類はマッチングしたんだけど、他はちょっとマッチングしないんでね、もうほとんどデフォルトのマップしかマッチングしないんで、できれば新マップやりたいんだけど、チームデスマッチで。で、特にね、フリーフォールでね、新マップちょっとマッチングして、ちょっとまだ1位になってない新マップで、ちょっとフリーフォールで1位ちょっとやり取っていきたいんだけどね、ちょっとマッチングしないんでね。ちょっと BO3 がね、もう、今週の金曜日、11月、これ今ね、今プレイ実況動画、後付け実況つけてるのが11月2日、月曜日なんだけどね。あと4日後の11月6日、金曜日に、コールオブデューティーブラックオプス3がリリースされるんでね、もうその直前なんで、ちょっと AW ちょっとプレイ人口がね、かなり、少ないんだけど、特にね。で、BO3 がリリースされて、ちょっと落ち着いたらまた AW のマッチングも回復すると思うんだけどね。その時にちょっとフリーフォールでちょっと新マップちょっと1位ちょっと取っていこうかなと思ってるんでね。
結構でもこの時ね結構調子よくてね、うん いつも調子いいんだけどね、うん、まあ調子悪い時もやっぱあるんでね、うん、20キロとそこらとかしかできない時とかもあるんで、うん、でも最近あの30キロはだいたいやるんでね、パラディンオンラインでこの時ね、あの自分30キロはめどにやってるんだけど、この時あのパラディン出したのがちょっと間違いで、パラディン強いんだけどね、一番のスコアストリークで一番強いスコアストリークなんだけど、ちょっとマップによってはねこういったアセンダンスとかだと建物多いんでね、ちょっと中で芋ってるんでなかなかヒットしないんでね、この時1キロぐらいしか食べなかったと思うんでね、パラディンでね、逆にあのサイドショーとかね開けたマップだと建物が少なめのマップだとかなりパラディン強いんだけどね、でも逆にこういったアセンドのような、ね、建物が多いマップだとかなり苦戦するんでね、うん、ちょっとパラディンの効果が発揮されないんでね、うん、ちょっとパラディン今回29キロぐらいだったと思うんだけど、このパラディン出さないで普通にキルすりゃキルしとけばね30キロ超えてたと思うんでね、これ1分ぐらい2分弱ぐらいパラディンでやってたんで、29キロあのラストキルも取ったんだけどね、俺が結構でも連続キルと結構決まってても気持ちよかったよこの試合は。現在ね、COD AW400 本近くね、390何本かもプレイ実況動画上げてるんだけどね、400本までは上げる予定なんでね、で、いつもプレイ実況動画、プレステ4で撮って、そのプレイ実況動画上げてるんだけど、最近先日の大型アップデートでね、プレステ4のアップデートで、ブロードキャストに生放送もできるようになってるんでね、生放送まで一度もやったことがないんでね、ちょっと400できればの400本目に400本記念動画としてね生放送ちょっとやっていこうかなと思ってるんだけど、400本じゃない場合もあるんだけど、できれば400本目にね生放送ちょっとやっていこうかなと思ってるんでね、その生放送のねプレイ実況動画の方もよろしくお願いします。 CODBO3 はね AW が400本なんでプレイ実況動画上げてるの、 BO3 は500本くらいちょっとやっていこうかなと思ってるんで、ね、思ってるんで生放送もちょっと多めにやっていこうかなと思ってるんで、ミスターエルストライク5連続キルしました。その時はねこれラスキューやるんだけどね、最後ねこれ29キル目、はい、100対75でね、うちらの勝利です。結構大差で勝つことができました。はい、ファイナルキルは私がいただきました。バルニーナのオブシディアンコルト8、久しぶりに使うんでね、最近新武器の STG44 ばっかり使ってたんでね、成績はね、29キル12です、6アシストということでね、試合は7分38秒で終了しました。プレイヤーの皆さんありがとうございました。とっても面白かったです。いつもカスタム紹介するときはこのロビー抜けてからやるんだけどね、カスタム紹介。最近マッチング率低いんでね、ちょっとロビー抜けずにね、そのままカスタム紹介ちょっとやっていってるんでね。今回バルニーナのオブシディ、今回はね、AKB48 でバルニーナのオブシディアンコルトエリートにアタッチメントはターゲットエンサー、フォアグリップ、拡張マガジン、パークはライトエイト、コールドブラッド、タフネスに、ブラスタープレッサー、エグゾランチャーをセムテックス、スコアストリークは UAV、機動機武士というカスタムでやっていきましょう。今回久しぶりにバルニーナのオブシディアンコルトエリート使ってね、アセンドのチームデスマッチをプレイしてみました。やっぱアセンド面白いんでね、フリーフォールでもかなり1位になってて、慣れてるマップなんでね。はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。